アンズは日本の女優、ファッションモデル。本名及び旧芸名は渡辺アン。東京都出身。サンミュージックブレーン、ボンイマージュを経て2008年からトップコート所属。父は俳優の渡辺健兄は同じく俳優の渡辺大。15歳から就英者発売の女性ファッション雑誌、ノンの専属モデルとして活動。2005年から 海外のプレタポルテコレクションでも活躍しており、アナスイ、ルイ・ヴィトンなどの著名メゾンのコレクションに多数出演している。ニュースウィーク誌の2006年、世界が尊敬する日本人100人に選ばれた。2008年1月号からオッチの専属モデル、表紙キャラクター。2012年夏以降は25案の表紙キャラクターに起用されている。 2015年5月号をもって25案の表紙キャラクターを卒業した。2007年天国と地獄で女優デビュー。2009年には NHK 大河ドラマ天地人に出演し、さらに7月クールの華麗なるスパイで民放の連続ドラマに初出演する。以降はサムライハイスクールジョーカー許されざる捜査官に出演した。2011年4月クールの 名前をなくした女神が連続ドラマでの初主演となる。2010年11月にはラブソングカバーアルバムライツを発売し、長年の夢であったというミュージシャンとしての音楽活動も行う。2012年、日本テレビ系のぐるぐるナインティナインのコーナーグルメチキンレースごちになります。13の新メンバーとして初めてバラエティ番組のレギュラーとなった。しかし、 成績が振るわず自腹支払い金額のランキングにより12月27日の放送でごちメンバーの首が決定した。チリ際の曲はアン・ルイースのグッドバイ・マイ・ラブだった。2013年秋から2014年春の NHK 連続テレビ小説ごちそうさんにオーディションなしで主演に抜擢された。2014年4月クールの花咲舞が黙ってないで。 日本テレビ系の連続ドラマで初主演し、2015年7月クールでは続編が放送された。2015年1月クールのデート恋とはどんなものかしらで、フジテレビ系月ツ級ドラマ初主演、ヒロイン役を務める。また、同年9月28日には、スペシャル版デート恋とはどんなものかしら2015回等が放送された。 2015年9月7日に発売したプレシャス10月号より新表紙キャラクターに抜擢された。同号の発売はアンズがかつて活動したニューヨークにて撮影が行われた。同志の高橋優子編集長はアンズを圧倒的なビレイウォーラと語っている。2016年11月11日公開のオケロウジンで映画初主演。 撮影に入る半年以上前から人生初のバイオリングを練習し、通常なら2から3年かかる基本的なボーイングなど演奏の基礎をわずか1ヶ月で習得した。2015年1月1日、ごちそうさんで夫婦役で共演した東出正大と結婚。同年10月4日、阿たご神社で結婚式を行った。2016年5月16日、 第一子、第二子となる双子の女児を出産。さらに2017年11月上旬、第三子となる男児を出産。2020年8月1日、アンズと東での双方の連盟により、所属事務所を通じて離婚を発表。アンズが親権を持ち、今後は子供たちの親として協力し合う関係を築きたいとした。モデル活動を始めたばかりの頃は、父が、 渡辺県であることは明かさず、2003年4月までは、当時の本名で活動していた。兄の渡辺大が、新しい新一郎だった時、雑誌、ノンのにて共演したことがある。青山学院幼稚園、青山学院小東部、青山学院中等部卒業、堀越高等学校中退、大学入学資格検定に合格している。全部の東で正大との出会いは、 ごちそうさんではなく、アンズと東出が、モデル時代の2006年にパリコレに出演した際、パリの路上でばったり会ったという。小学生の頃は男の子に混じって目黒の、リトルリーグにところを属していた。阪神ファンである父とは、対照的に、巨人ファンで、東京ドームと阪神甲子園球場で、始球式を務めた経験がある。幼稚園時代から、 絵やイラストを描くのが好きだったという。テレビドラマ、華麗なるスパイの収録中、自発的にカレスパ通信と題した漫画を描いていた。一部が番組公式ブログで紹介されている。日本語の他に英語を話す。英語は独学で音楽鑑賞が趣味ということもあり、好きな曲の歌詞を勉強に使ったという。パリコレクションに出演するために、 パリに数ヶ月間ホームステイしていたことがあり、日常会話程度のフランス語もこなす。かつて、フランスで活躍した画家、藤田嗣を尊敬する人物の一人に挙げている。常に本を持ち歩いており、年間120冊ほど読破するほどの読書好きである。特に歴史本を好んで読み、忘れられない一冊に、雷桜を挙げている。尊敬する歴史上の人物は、 新選組の長倉新八。いわゆる歴女で主な関心大賞は戦国時代から幕末にかけての時代。歴史好きになったのは渡辺太古の漫画、風光るを読んだことがきっかけ。歴史本を読むばかりでなく、休みの日には史跡や神社仏閣巡りに出歩くことも多い。2009年、ユーキャン新語、流行語大賞で歴女がトップ10入りし、アンズは、 その受賞者となった。また、大の漫画好きでもあり、2016年から手塚、おさむ文化賞の社外選考委員を務めている。江戸時代の浮世絵やおチョコを収集している。また、将来の夢の一つに、東海道五十三次を踏破することを挙げている。好きな食べ物はの質問に、薬味と答えるほど香味野菜を好んで食べる。特にネギが大好きでネギの専門誌を愛読。 モメントオフ一丁にアサギを一羽刻んで、乗せたり、焼肉を食べるときネギをご飯の要領で食べる。そのためか、風邪をひいたことがほとんどないという。寿司屋に行けば必ずネギトロを食べる。ドラマ、黒吐き草の女性捜査官で、射撃大会でも優勝した経験を持つ刑事役を演じるにあたり、2014年秋に資料の免許を取得。 何より、私は出荷肉が好きなので、自分で取って食べてみたいという思いがありますと取材に応じている。趣味は読書の他に旅行、ゴルフ、登山をあげている。国内の山を数日間重走したり、海外の山に登りに行ったりしている。初めて買った CD は、スピッツのロビンソン。好きな音楽家は、シーナリンゴ、鬼塚千尋、八枝瞳。 山崎正義、浜田真理子、広瀬公美、斉藤和義など、中学生の頃、シーナに憧れて、歌っていいなと思うようになった。何か楽器が弾けるようになりたいと強く思うようになり、一番簡単そう、という理由でギターを始める。海外に行く際は、マーティンのバックパッカーという小型のギターを傾向する。また、 映画、真夏の方程式の撮影の際もギターを傾向し、撮影の合間に海岸でギターを弾いていたと、福山雅春が自らのラジオ番組で紹介していた。デザイナーのアナスイとは、個人的にも仲が良く、一緒に買い物に行くことがある。映画、映画用怪人間ウェムで共演した、水木有里ともとても仲が良く、一緒に食事に出かけるなどする。 海外のコレクションで活躍するモデルのタオや金原、アンナとも仲が良い。テレビドラマ、キルトの家で共演し、夫婦役を演じた三浦隆大とは、子供の頃から家族ぐるみの付き合いがあり、幼馴染みである。他には映画、真夏の方程式で共演した吉高由里子とも仲が良く、互いにゆりちゃん、アンズちゃんと呼び合っている。ありがとうございます。